岸田首相や閣僚を含む特別職の国家公務員の給与を引き上げる法案が17日午前参院本会議で可決成立した。採決では自民、公明、国民民主の3党が賛成し、立憲、維新、共産などが反対した。首相の給与は年間で46万円。閣僚の給与は年間32万円増加する。岸田内閣は増額分全額を寄り付きする方針を表明している。特別職の国家公務員の給与引き上げは一般職の給与の引き上げに準じたもので、政府は首相や国務大臣などの給与を据え置くことは他の職員とのバランスを崩し、公務員全体の給与の体系を崩すことになりかねないと説明した。すでに首相は3割、閣僚らは2割の給与を寄り付きしている。立憲民主党などの野党は、物価高が進む中、法案への理解が得られないとして反対した。国会議員のボーナスも、年間約18万円増額される。立憲民主党は、ボーナス増額を凍結する修正案を出しており、増額分を寄り付きする方針を示している。国民から絞り取る政策ばかり考えているのに、企業では昇給はありえません。成人で選挙権があるのに投票しないのは、増税してもいいし、消費税もしなくてよい。税金を何に使っても構いませんと言っているのと同じです。どこに入れようが自由ですが、賛成なのか反対なのか、選挙の権利は行使すべきです。若い人たちの投票率が上がれば、若い人向けの政策が増えてくるはずです。日本は、中国のように国に支配されているわけではありません。ですが、投票に行かず現状を嘆いても、それは自分の首を絞めていることに気づいていないのです。公務員の給与を上げて物価高を抑えたり、少子化がなくなるとは思えません。生活は厳しくなり、年金は少なくなり、医療費は上がり、税金は上がります。こういうことは早いなと思います。旧文通費とか国民が忘れてくれるのを待つかのように先延ばししています。自分たちのことは最優先で、身を削ることはしません。最後に、成果や結果が伴わないのに、有権者の理解はなくても、無視でも、給料やボーナスが増加するとは、政治家イコール特別と思います。地方公務員は一度やったら辞められないです。給料が安いとなり手がいないと思います。失われた30年、日本の国力低下は政治の失敗です。ボーナスは、成果結果と国民の判断で加減できるようにしてほしいです。国会議員の給料を上げることは、その財源が税金なわけです。増税は間違いありません。減税しては、上がった給料分を賄うことはできないので、野党は反対したというが、稀に見るスピードで可決されたというのはどういうことでしょうか。国会議員全員のボーナスも上がることが分かっているからなのでしょうか。現状のままでも、多額の給料をもらっている国会議員の給料を上げる必要性がないと思います。政治家が30年間の経済停滞に対する政策を行っていながら、給与を上げることは理解できません。民間企業であれば、確実に減給されるでしょうし、クビの可能性もあります。議員は自分自身で生計を立てるべきです。私たちはパッケージを用意し、議員たちに自分たちでやりくりしてもらいたいと思います。国会議員の給料増額に対する市民の反応は、一部では理解を示す声もありますが、多くの人々は批判的です。特に、経済的に困難を抱える国民の中で給料を増やすことは、公務員と民間企業の格差を広げ、不公平感を増大させていると指摘されています。また、政治家が成果を上げていないのに給料が上がることについては、民間企業では考えられないとの意見が多いです。政治家の給料は、国民の税金から支払われるため、その使用方法には、特に厳しい目が向けられています。このような状況の中で、政治家自身が責任を持ち、国民の信頼を得るためには努力が求められています。
政治家としての特権とされがちなのは、成果や結果が伴わないのに有権者の理解がなくても無視して給料やボーナスが増加することです。また地方公務員は一度就任すると辞められないとされ、給料が低いために新たな人材が集まらないという問題もあります。失われた30年間で日本の国力が低下したことは政治の失敗とされ、ボーナスは成果や結果に応じて調整可能にすべきだとの意見も多くあります。国会議員の給料を上げるということは、その財源が税金であり、増税につながる可能性が高いです。野党は反対したものの、稀に見る速さで法案が可決されたことに疑問の声も上がっています。国会議員の給料増額は現状でも十分な給料をもらっているとの批判があり、首相や国務大臣の給与を据え置くことで公務員全体の給与体系を崩すことはないとの見方もあります。市民からは国会議員の給料増額についての不満が高まっています。特に経済状況が良くない中での給料増額は、公務員と民間の給料格差を広げ、不公平感を増大させていると多くの声で言われています。民間企業では、成果がなければ給料が増えないので、税金を使っている政治家にはより高い責任が求められています。政治家が国民の信頼を得るためには自己犠牲を示すことが重要だという意見もあります。一方で公務員の給与体系全体のバランスを考慮すべきだという意見もあり、給料増額に反対するだけでなく、より広範な視点での議論が必要だとされています。これらの議論は国民の政治への関心を高め、より健全な民主主義の実現に貢献する可能性があります。岸田政権の支持率が低下し続けている時事通信の11月の世論調査によれば、内閣支持率は 21.3%、 自民党支持率は 19.1% となり、与党内で不安が広がっている。不要策は見当たらず、党内では次期首相候補を探る動きも現れている。松野博一官房長官は16日の記者会見で、調査結果に現れた国民の声を真摯に受け止め、政府の対応に生かすことが重要だと述べた。内閣支持率が2割台前半まで落ちたのは、2012年に自民党が政権に復帰して以来初めてのことである。旧民主党政権を除けば09年の衆院選直前の麻生政権末期に近づいている。自民党の支持率も当時の水準に近づいている。政界では内閣支持率と政党支持率の合計が50を下回ると首相の退陣が近いとの見方もある。これは青木幹雄元自民参院議員会長が唱えた青木の法則として知られている。若手からは内閣支持率が1割台になれば退陣だとの声も上がり、岸田文雄首相を支持しない理由として期待が持てないを挙げた人は前月比 5.8 ポイント増の 31.8% に増えた。直近の地方選挙で自民党は敗北が目立ち、岸田氏で選挙は戦えないとの声が地方組織にも広がれば、一気にゲームダック化が進みかねない。15日には総裁選への意欲を示す高津早苗経済安全保障担当相が勉強会を立ち上げたが、こうした動きが広がる可能性もある。公明党の上久山口夏男代表は取材に対し、深刻に受け止めなければならないと述べ、また右往左往するのではなく結束し政権を支える姿勢が必要だと訴えた。野党は国会論戦で攻勢を強める構えだ。立憲民主党の泉健太代表は取材に、首相の指導力のなさが支持率低下につながっていると指摘。日本維新の会の馬場伸幸代表は、経済対策などの中身が国民の意識と大きくずれている。一般のドライバーが自家用車を利用して有料で乗客を送迎するライドシェア